三菱七市艦上戦闘機に合気七市艦上、戦闘機は三菱航空機と中島飛行機によって1930年代に競争試作された大日本帝国海軍の丹座艦上戦闘機。七市艦船と略称される。また、八四福座戦闘機との兼ね合いから七艦船とも呼ばれた。三菱機の略符号は A3M1、中島機の略符号は A3N1。 1932年度から始まる海軍機の姿勢参加年計画の一環として、90式艦上戦闘機の更新を目的として、1932年4月に、三菱と中島の二社へ七種艦線の競争施策が発注された。この時期、戦闘機の設計は、服用から単用への移行期にあったため、中島は、同社設計のパラソル翼単用の陸軍91、 式戦闘機を海軍の要求仕様に沿って改め設計したものを提示したが、三菱はより進歩的な低翼単容機を提示した。しかし、最終的にはどちらの試作機も海軍の要求を満たすことができずに、双方ともに不採用となり、海軍は次期艦船として95式艦上戦闘機を一時的に採用することで対応した。 三菱では後に冷式環状戦闘機を生むことになる堀越二郎技師が初めて設計事務者を担当し、1933年2月末に試作1号機が続いて2号機が完成した。三菱社内における機種番号は 1MF10。1933年3月に飛行試験が開始されたが飛行時の安定性が極めて悪く、1号機は 同年7月の急降下試験中に垂直安定板が接損して墜落。2号機も1934年6月の試験飛行中にフラットスピンに陥り、墜落してしまった。なお、パイロットは2回とも落下3効果で脱出に成功している。機体は低翼対応でソージュラル民製の骨組みに金属応力外皮の胴体とハフバリの純型持ち式主翼を持つ。 主翼にバンベ部式の4桁によるガーダー構造を採用するなどの先進的な試みがなされていたが細部には未成熟な点も多く蒸気の事故に加えて操縦性と前方視界が悪いという関西機として致命的な欠陥を抱えていたため不採用となった。なお1号機と2号機では固定脚の形式が異なり1号機では剥き出しの三支柱式を2号機では 足全体がスパッツで覆われた端子中式を採用している。中島では小山康志義氏を設計事務者として海軍の要求に従った91式戦闘機の解説計を行い、1932年秋に試作機1機が完成した。その後海軍による審査が行われたが、性能が海軍の要求に達していなかったため不採用となった。 91式戦闘機からの変更点としては、エンジンの中島、とぶき5型への変更、プロペラの2羽から3羽への変更、全長の短縮、着ッ服をはじめとする各種艦載機用装備の搭載などがある。ありがとうございます。